その仕事のお話、愛媛？あ、そうそうそう、あの愛媛に仕事に行ったんですけど、うん、あのお昼からみんなあの現地で合流っていう形やったので、ちょうど現地合流って一人で行くの？あ、うんうん、基本一人なんですけど、うわ絶対行くかもそうな、すごいんですよね、大阪からってね、寂しい、そんな5時間長い距離5時間ですよ、5時間、特急がね岡山から1時間に1本しかなくて、うわで朝早くに乗って現地行ったんですけど、時間ですよ、そうそうそう、韓国行って焼肉食べれる、ほんまそう思いますよそんな距離、うん、それぐらいやったんやけど、お昼前に着いたからちょっとお昼ご飯食べようかなって言って、で現地着いた時にあのまあ、女の子何人かと合流したから、そこでいろいろ調べてもらって、じゃあせっかくで美味しいとこ行きたいねって言ったら、なんとあの蔵元がやっている、うん、ああいかんなっていうやつだっていうところがあってであのどっか美味しい店ありますかみたいなんで、あのヤフー知恵袋とかあるじゃないですか、ああいうやつとかにもいろいろと周りの人たちがこう問いかけたら答えてもらってたりとかして載ってるようなお店やって、ニキタツっていう酒蔵があって、そこのあのお店に行って桶料理っていうのをね食べたんですよ。うん、そこをねなんかランチで有名らしいんですけど、桶に入ってんの、桶にねまま一品がちょこちょこちょこっと入ってて、うん、でまあそれにちょっと桶ってうどんのイメージしかないわ。あ、そう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 ですよね、あの四国やったらあのたらいうどんとかもあるでしょ、あの知らん、知らない、あのあそこ徳島でこの大きなたらいにあの釜揚げうどんみたいにおうどんが入っててたらいうどんとかが有名やったりする、大量入ってんの、うん、そう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 、食べたい、でもそんなんもあったりで、まあとりあえず今回は愛媛だったのでその桶料理ってなって、一品ねちょっと夏らしい爽やかな、うん、さっぱりした感じのが一品入ってるお料理を食べたんだけど、もうカウンターに座らせてもらったんですけど、前は全部愛媛のお酒、ずらーっともうワクワクするやん、もうワクワクめてる場合ちゃうやん、このこれどけて入れてやろ、確かにこれここでなみなみいっぱいそう、これランチやから飲まれへんね、今から仕事やしみたいな、夜じゃないとあかんわって思って、うん、すごいもうドキドキワクワクの世界でお昼食べたんですけど、なんとそこでですね、ちょっとお酒をちょっと今日はそうそうそうアスカ様のためにですね、なんでそトト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 トそれはつまり何、飲みながら喋ったらいいと思う、喋っちゃいますか、もうほんならもうせっかくやったらお茶飲み干してそこ入れたらもうここにあれ、ここにですね、いいところにあるじゃないですか、ここにあれ、ほらほら、もう一個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 、なんかいい感じでありますね、ちょっとぜひみんなで入れてシェアしよう、酒飲むっちゅう話になったらみんな元気なのね、はい、じゃあ、あの失礼して開けさせて、ぜひぜひ、よすごいです、それは愛媛のお酒ですか、うん、そうですそうです、ピンクなのかな、お酒はお酒の色ですね、ちょっとでも薄い感じで、うん、薄く白い感じ、はい、皆さんいかがですか、せっかくやったら、まずまず姫に、はい、まず姫にちょっと失礼していただきます、食うやろ終わり、こっち飲んだら笑うけどな、ラッパーの目でこれ入れたん何やってんっていう他の方に回してみたくなったのかこれみんなで、はい、私はもったいないで味分かれへんから、せっかくですから、せっかくやったらみんなで、あら甘口のお酒ですね、すごいわ、トロッとしております、いかがでしょうか、ええ感じでございますか、はい、トロトロでございます、いかがですか、いや私もじゃあそう、はい、華やかなという華やかではないな、ちょっとふわっとした香りがしますね、お柔らかい、うん、柔らかいですわよ、確かに、ぜひぜひぜひ、優しい感じや、ね、桜を浮かべて飲みたい感じ、あ、いいですね、風呂に入っていいですね、美味しいじゃないですか、美味しいですね、ねえクンときますね、日本酒とかも結構好きなんですか、いやあのね、うん、好きですよ、好きなんですけどでもやちょっとね、ええ感じにね最近足にくるようになってね、ね、うん、いやこう例えば夏なんかやったら冷やとかいいじゃないですか、はい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 、ちょっとね飲み口がいいわと飲んでると
今度足に来たり次の日ちょっと頭痛かったりするのでちょっとお控えめに。飲む歌どれより一生あげたのかぐらいの勢いあるんですか。もうそんな勢いは私にはないのです。それはもう姫に、いやいや飛鳥姫に一生ぐらいいっちゃいますか。量ではないんですよ、お酒は量より質でございますどういうお酒が日本酒で言うと、あのその辛口であったりとか。そうですね、辛口甘口最近あんまりなんか辛口って辛いの。うん、すっきりしてるか、甘口って甘いの。やっぱり味ちゃうの。これ甘口ですね、うんうん、私飲めへんから何飲んでも一緒の味すんやんか、うん、あでも何種類か飲み比べたら分かるかもしれない、うん、その場で飲み比べたら分かるかも、うんうん、どこ違うかが全然分かれへんやん。なんか辛口飲み比べられるとこにみんなで行ったんですね。そうですよ、そうしましょうなんかこうスッと、うんうん、あのほんとお水みたいにスルッと入る時とちょっとトロッとした感じ、白ワインみたいな味のやつもあるんです、うん、へえ。鼻にクンってくるようなやつとか、うん、鼻にくるやつ、あの安いやつちゃうの、カップ酒ちゃうのあれだってもうなんか鼻詰まった時通りそうやん、酔ったらそうアルコール酒やつ、ね、そんな感じやわ消毒したら思ってんじゃん飲まんと。いやいやなあ、飲める人だから味が分かる人は、うん、ええよなって思うわ、うん、お酒ってある程度あの飲めたらね付き合いもできますしね、うんうんうん、そうそう、だからたくさんはもう最近は飲まない。でもやっぱちょっとは飲むとねもうなんか嬉しくなるし、どう飲んだらこうみんな迷惑かける人じゃない人ですか。ね、最近は迷惑をかけないようにします。あ、キスコさんね自分で処理するね。そうです正解ってやつよ。でも自分でそんなに意識できるようになってきたってことやね。若い頃ってその分かれへんもんね、自分の基準とか。そう、この間もちょっとね久しぶりにね気持ち悪くなってね、うん、そう話まで気持ち悪いで終わるけど、気持ち悪いやだやだ美味しい美味しいお酒飲みましょうね。そうですね、美味しく飲みましょうね。